はい、レオンチャンネルです。2020年に買ったセイバーのコレクションアイテム、ワンダーライドブック数えましょうのコーナーっていうか、だいたい毎年恒例のこの動画企画ですが、放送開始の9月、10、11、12の4ヶ月間が一番コレクションアイテムが発売する時期なので、放送開始して2020年いっぱいまで、デラックス版とちょっと別枠で食玩ガシャポンを全部まとめて持ってきましたので数えましょう。ちなみに去年の01は最小の第1シーズンで、要は2019年年末の時点で105ありました。多いっすね。でもセイバーのサーブックに関しては、めちゃくちゃ数出てるから、超えてる気がするんだよね。じゃあまずデラックスね。数えていきましょう。1、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41。でもちょっと待って、あれなんか僕2個ずつ大体買ってるんだけど、ケルベロスと、あ、でもこれも、あれ、これ1個しか買わなかったっけ。変身系だから1個しか買ってないのか。いや、もう1個買ったぞ。あ、でもこれはバックル付属だから1個しか持ってないか。これとこれがもう1個余分にあるはずなんだけど、ないので、ちょっとプラスしていいですか。なので42、43。じゃあデカブック系いきましょう。44、45、46、47、48、49、50、51、52。あ、レジェンド系をまとめたやつもあったわ。53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、71、72。ちなみに、ガトライクフォンは混ぜませんね。これスマホなんで。ちょっと待って、これ去年超えそうだぞ。なんて言ったってこっちにすごいあるんすよ。ガシャポン食玩のコレクタブル系ね。いきましょう。73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88。だからソードライバーに刺さりっぱなやつがあったので、ここ89。90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100。去年超えるわ、余裕だ。101、102、103、104、105。去年並びました。ここから106、107、108、109、110、111、112。てか、なんかあのセイバーのオープニングでブックが積むとこみたいになってる。113、114、115、116、117、118、119、120、121、123、
142、まあ、買ったの僕なんですよね。146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、156、157、158、159です。待って、まだ実は終わんないの。160、161、162、まだあるのよ。実はちょっとメッキが欲しくてリベンジした系のやつがあって、163、164、165、166、167、169、171、172、173、174、175、176、178、179、180、これで全部だ。ってことで、ちょっと待って。はい、ちょっといい感じに積んでみました。セイバーのさ、オープニングっぽさあるでしょ。意外とブックってこうやっていい感じに積めるのね。ということで、発売すぎじゃないとか、多すぎないとかいう風に言ってましたが、多かったんだね。まあ、かなり買った僕もあれですけど、合計としてはデラックス、食感、ガチャポン全部集めて、2020ワンダーライドブックを集めた数は180でした。おーほい、去年の105を大幅に超えてきましたね。いや、我ながらすごいな。そんなに買ってる気はなかったけど、やっぱ13アバロンワンダーライドブックとか、まあ、今回はガシャポン食玩って、まあ、ガシャポンですよね。ガシャポンの発売ペースが毎週のように出てたので、それもあってかな。まあ、あと、デラックスも多いか。僕は180でしたが、皆さんはいくつでしたでしょうか。結構今年は、なんだかんだ、今年はっていうか2020はもう去年か、は多くなっちゃったな、コレクションアイテム買いすぎだなっていう人は多いんじゃないでしょうか。特にワンダーライドブックは、聖剣ソードライバーさえあればサウンドめっちゃ楽しめますからね。あ、でも総額いくら？ちょっと、ざっくり計算していい？ 74,000 が食玩ガチャポン系か。もうほんとざっくりね。足す、43,000 のシンプルなやつ。ざっくり13万か14万ぐらいかな。今計算した感じだと。そしてまだセイバーに関しては仮面ライダーがバンバン増えるので、放送終了後には相当な数になりそうですね。とりあえずこの積んでる絵面がすごい。以上、レオンチャンネルの2020買ったワンダーライドブック数えてみたの動画でした。